こつけてゼナリス様への贄のためカップルたちのペアリングを片っ端から見に行かっちゃおかない。お前の相手はこの私だ。グリム、ゴーレム足止めしろ。偉大女王はやらせるか。少し私に勇気があれば反動を覚悟で父がもげる呪いをかけてやるのに。お前らどこかで。なんでこの半分魔族なら本能で感じ取れるだろ。見習い戦闘員らしいんで怖いけど戦わないわけにはいかないんですよ。決めろ、せめて人たちでも。やめときなさい。何をゼノーが目付け役としてついていきなさい。お前たち、私の嫌です。ほら逃げるぞ。私はここを動きませんから、あなたとも言ってないで話しなさい。誰か僕が町の連中と一緒の方が魔族に襲われる確率が下がるからな。ここまで言い切られ頼む。お前の力を貸してくれ。私にできることは何でもする。知らねえよ、俺はもうただの一般人なんだからな。そうずっと頑張ってきたのに、あいつらは私なんて眼中にもなかった。はい、お前ってやつは本当に最後のここで一体何を。今さら門まで走ってる余裕なんてねえよ。もうここから攻撃する。それで昨日夜中にそのな。お前呼んだんか。大事なポイント使ってにふんぞり返ってる王様をちょっと一発殴ってこい。行ってくる。行くな。王様が何は。よくわからないが、それはお前にとって必要なことなんだろ。はい。アリスうるさい。つか自分の心臓の音うるさい。ああどうしよう。なんだ。すごい。よし撃て。よし。あとは楽になるか。うるさいしね。まだ四天王が残ってるんだが。お前だろ。私の魔導石を目の前で破壊してくれたのも。なんだこいつか。いやとっくに俺たちをミンチにしてるはずだ。いいか、距離を詰めて一斉にと。そう転送してくれ。はあ、お前のポイントはもう。アリス早く頼む。なんだそれ。てめえその武器。俺はこの必殺技で数多のヒーローを葬り去ってきたんだよ。よろしいですか六号。お前何を。スノー、お前は下がってろ。やっちまえ。停戦なんかが条件で良かったのか。いいんだよ。人に降りて頑張ってくれた兵士の皆さんをねぎらわないと。おい六号、クールダウンが終わって今は見逃してもらえないだろうか。やめろ。近い。超怖い。分かった分かったからやめ。すまない、今はこれで許してくれ。 お前が私のことないぞ。顔と体は結構好みだから後腐れなく一発やらせろって言ってんだよ。よし、お前は我慢できる子だ。頑張れる子だ。クールダウン。ほら、この国の歴史の1ページにしっかり俺の名前を記して後世に伝えてくれよな。私たちのことですか。いくら隊長でもかじりますよ。痛い。おいロゼやめろ。隊長は。そうか、言いたいことがあるなら言えよ。魔王軍との戦いで傭兵とか。よーっさん。お前は職業ポイントが加算されます。6号、
アホなお前にしては自体なすのまま日本に帰ったら速攻で制裁部隊の折檻だぞ。どうしよう。ここに残ってやるよ。アリス様。分かったから、お前は一刻も早く。相棒。